会社名とお名前お願いします。シュリロトレーディングのヘックスで、カナオレオです。よろしくお願いします。では主な取扱いブランド教えてください。こちらのカリフォルニア発のヘックスというカバンのブランドですね。はい、はい、それはどのようなブランドですか。カリフォルニア発で サーファー、スケーター、もちろんストリートも、活躍して使えるカバンのブランドになってます。はい、これ結構容量がいっぱい入りそうなんですけど、これ後ろ見ると何かがかかるような。そうですね、こちらサーフボードがここに入って、これ一応名前がサーフトートって名前なんですけど、そこにサーフボードを通してもらって、こうやるとここにサーフボードが通って、これで自転車漕いで海行けるとか、あと言うと濡れたものももちろん入るようになってますし、乾いたものももちろん入る仕様になってます。はい、すごいですね、今までにないようなバッグで。はい、まあ新しいまたジャンルになるのかなと思いますけど、まあ、あとは本当にナスとかってワックスとかすごく溶けやすくなっちゃうんですけど、まあここに氷とか保冷剤入れて中がまたクーラーになってるんで、またすごいですねこれ、できるいい感じにねワックス溶けたりしなくて、飲み物も冷たいものもいつでも飲めるという。はい、あとこちらも同じようなブランドで、こっちはまたそのサーフトートとは違うんですけど、まあクリスチャン・ホソイっていうレジェンドスケーターのモデルだったりとか、あとはまあカメラバッグとか、まあ、結構いろんな種類ありますね。はい、ご紹介ありがとうございました。ぜひよろしくお願いします。